はい、じゃあ後半戦ということで、ワイヤレスレンズコントロールと組み合わせた使い方を紹介していこうと思います。まず最初にですね、このフォーカスステーションの説明をちょっとしようかなと思います。これ今僕の横にあるこれ、私が普段現場でやってるスタイルをそのまま持ってきたんですけれども、常にこうリモートフォーカスを使うようになると、なかなかずっとこうコントローラーを持ったまま現場立ち回るっていうのは大変です。なので僕の場合はこういうスタンドにモニターとシネアルティとリモートフォーカスを立ててですね、フォーカスステーションと呼ばれる、フォーカスマン用のベースですね、作ってやることが多いです。ただ落ち着いて撮影できるスタジオだといいんですけれども、すごい狭いハウススタジオだとかそういった場合はですね、フォーカスコントロールを外していただいて、よいしょ、手持ちのスタイルでね、こういったモニターを別でつけて、手持ちでこうカメラを追いかけながらやるというスタイルもあるかと思います。フォーカスプラは皆さんそれぞれやり方があるんで、いろいろ、はい、皆さんやりやすいようにやっていただければと思います。はい、今ですねセッティングとしてはですね、こちらアレクサミニに WCU4 をリンクしてですね、モーターはC4 モーターを、アイリスとフォーカスにかましているという状況です。はい、もうすでにいろいろ設定はできてて、もうすでにアイリスとフォーカスのコントロールが WCU4 からできる状態と。ただまだシネアルティからの距離情報は入っていません。なのでこれからちょっと入れていこうかなと思います。今のセッティングなんですけれども、シネアルティの方は今 D タップからの電源ケーブル1本で動いています。これだけでもシネアルティとしては機能するんですけれども、レンズデータに距離情報を入れるためには別のケーブルを使う必要があります。1回これを抜いてシネアルティを、オフにして、はい、今回のようなセッティング、シーフォースモーターなどのこうエルバスケーブルを使ったモーターを使っている場合ですと、この L キューブと呼ばれるシリアルコンバーターが必要になります。型番でいうとアリの CUB1 という機材ですね。これをつけまして、はい、こちら同じくエルバスケーブルで、カメラから今アイリスモーター、フォーカスモーターとデイジーチェーンでつながっているんですけれども、必ずこのチェーンの末端につなぐようにしてください。チェーンの末端にこの L キューブをつないでいただいて、はい、でシネアル T からこの L キューブまでを、先ほどまでも使ってましたこのシリアル Y ケーブル、パワーケーブルと、距離情報を送るシリアルケーブルが1本になったものですね。こちらを再び挿していきます。はい、この状態でパワーが入りまして、まもなくするとこの WCU4 に距離が出てきます。ちょっとたくさん、1回手前の、そうですね、その辺りちょっと立っていただいて、はい、今この画面見ていただければ分かるんですけれども、シネアル T で感知した距離と同じものがこの WCU4 の画面に来ています。なんでこの数字を見ながら、フォーカスを合わせていただいて、今ですと9フィート2というふうに合わせることができます。で今このレンズなんですけれども、アレクサと、マスタープライム、こちらレンズデータシステムに対応しているレンズでして、もうレンズをつけるだけで電子的にレンズデータがこちらに表示されます。でこういったレンズデータが使えるカメラと、LDS を内蔵したレンズの場合はもう本当にこうシネアルティを今みたいに接続していただけるだけで、これをガイドにしながらフォーカスを送ることができます。そうですね、たくさんなんとなく20フィートから6フィートの距離あたりを歩いてもらってもいいですか。20から6ぐらいですね。あ、その辺からスタートで大丈夫です。はい、今ごめんなさい、ちょっと1回フォーカスを送らずに見てみますね。このレンズデータの画面にこの緑の矢印見えるかと思います。これがちょうど今計測している距離、22フィート6の位置にこの矢印が来てます。たくさん、じゃあ1回6フィートまで歩いてください。で彼が歩くのと同時にこの矢印が今動いていくのが分かるかと思います。ありがとうございます。じゃあもう1回これ20フィートまで戻ってください。でこれをガイドにフォーカスを送ろうというわけです。実際にフォーカスを送ってみます。
じゃあそこから6フィートまでお願いします。こうやってこの矢印が動くのを見ながら、はい、こういった感じですね。はい、このようにこの矢印を追うという作業でガイドとして使いながらピントを送るという方法です。ありがとうございます。はい、今のが一番簡単なガイドの使い方なんですけれども、もう一つこのレンズデータの活用ということで、プリマークディスクの紹介をしようかと思います。ちょっと寄っていただいてありがとうございます。プリマークディスクってもともとこの印刷されている距離がすでに印刷されているリングなんですけれども、このリングを使うことで、現場がやりやすくなるよというのを見せていきますが、はい、このプリマークディスクなんですけど、このそれぞれ至近の距離違いで何種類かあります。だいたい4種類ぐらいあるんですけれども、今僕がこの WC4 につけたリング、これは至近が20インチのリングです。つまり1回転してインフから一番手前が20インチだよというリングですね。はい、でこれをつけていただいて WC4 のメニューに入って、一番上のプリマークフォーカスリング選択して、今20インチをつけているので20インチを選択してセット。このワンタッチでですね、この画面上のレンズデータがこの物理的なフォーカスノブのプリントされた基線と一致します。これでもう一度たくさんに歩いてもらいましょうかね。はい、じゃあそこからそうですね、大体6フィートぐらいまでお願いします。はい、このように画面を見ていただいてもいいですし、今マッピングしたディスクを見ながら送ってもいいよということですね。じゃあたくさんそこ6フィートの位置覚えていただいて、ここでレンズを1回交換したいと思います。50ミリですかね。はい、マスプラの50ミリで大丈夫です。はい、今このマスタープライムってLDS が内蔵しているレンズを使っているので、もらいました。レンズをつけてキャリブレーションをしてもらうだけで、自動的にレンズデータが WC4 の方に送信されます。今マスプラが50ミリに変わりました。キャリブレーションが終了すると、はい、これで50ミリのレンズデータが今同じように来ている状態ですね。でこの時便利なのがマッピングをもう同じリングにしているので、今フォーカス位置動かしてない6インチなんですけれども、レンズを変えても自動的にもう6インチに来ているよという状態です。こういった感じでレンズを変えても同じリングにマッピングすることで調節現場でのこう交換が少なくて済むよということです。これでも1回フォーカスを送ってみましょうか。はい、はい、ありがとうございます。じゃあそこからお願いします。こうやって僕今緑のこの矢印を追いかけている状態なんですが、はい、これで多分ピントが来てたと思います。はい、こういった使い方ができますよということですね。これプリマークディスク、もし使えるのであればぜひ使っていただくことをお勧めします。というのはですね、全てのレンズをこう1本のマーキングディスクでできるっていうことは、どういうことかというと、こう常に同じ回転角で、要するにここからここまで送ると6フィートだよというのが、こう手の回転でこう何度も繰り返しているうちにこう感覚が出来上がってくるわけですね。で本当に熟練してくると、ハリウッドではそういう方いらっしゃるらしいんですが、もう本当に手の感覚だけで手元を見ずにこうピントを送ることがある程度できると。私はまだそこまでの境地には達してないんですけれども、最終的にはそういうことも可能だというところです。で一つ気をつけてほしいのが、今20インチ のリングをマッピングしているので、たとえレンズが20インチより手前、至近まだ余裕があったとしても、
このマッピングしている状態では一番手前に送ってもそれ以上手前までは来ません。その場合は、さらに至近が近いフォーカス、プリマークディスクに交換していただくと、一回至近が8インチのプリマークディスクに交換します。で同じようにメニューに入っていただいて、プリマークフォーカスリングを8インチを選択すると、はい、これでプリントされた基線と、デジタルのレンズデータが連動するということですね。今ついているのは 50mm で、至近がまあ8インチまでないので、回し切っても、至近がもうレンズ自体はこれ止まってしまうんですけれども、20インチぐらいからですね、はい。まあ、こういったふうにもしワイドのレンズでまだまだ至近余裕がある場合はこうやって至近が近いフリマークディスクを交換して使っていただくということです。ちょっと余談ではあるんですけど、フリマークディスク、僕個人的な意見としてはちょっと基線が多くてまた数字もこうたくさん並んでるんで、ちょっと分かりづらいかなというのが僕個人の感想なんですけど少しあります。こうわーって数字がたくさんあるとあどこだっけなとこう直感的にこう迷っちゃう時があるんで、一回これ20インチマッピングし直しますね。これが20インチです、はい、10フィートが10フィート、はい、なので僕の場合は自作のフォーカスリングを作ってます。これは僕なりに分かりやすくということでだいぶこう線を簡略化したものなんですけど、これも同じように20インチのディスクとしてプリントして作ってるんで、もしこういったやり方でねやり方がいたらマイフォーカスリングというのも使っているとだいぶやりやすいのではないかなと思っています。モーターを別のものに変える前にレンズデータに対応してないレンズの場合どうやってこの機能を使うのかというのを先に説明します。ちょっと今タクさんがセッティングをしている間に説明しますね。先ほどアレクサとマスタープライムという組み合わせで使ってまして、でマスタープライムが LDS レンズデータの機能が内蔵しているので単純にこうレンズを交換するだけでこちらにレンズデータが来たんですけれども、そういったレンズばかりじゃないと思います。今シグマのレンズに変えまして、こちらはレンズデータに対応してないのでこういった場合は自分でレンズデータのプログラミングを行わないといけません。そのやり方を今から一通りちょっとお見せしようと思います。これはレンズデータのプログラミングなんですけど、一本一本こうデジタルでピン打ちをしていくという感じです。ただよく現場でねリモートフォーカスのこの空のマーキングディスクをレンズの本数分だけ借りてで一本一本こう手書きでこう基線を書いている方たくさんいらっしゃると思うんですけども、それをやるよりかはデジタルで基線を打っていただいた方がまだちょっと時間の短縮にもなるかなと。で一度レンズデータを作ってもらうと自分でそのデータを保存してね貯めておくと次回同じレンズを使った時に、前作ったレンズデータがそのまま使えるということもあります。なんでそのチェックの時間の短縮ということでも、だいぶレンズデータの使用というのはおすすめです。はい、ありがとうございます。今これでシグマがつきましてキャリブレーションも完了した状態ですね。はい、でこれでもうレンズのコントロールは効くんですが、先ほど言った通り LDS がないので今何のレンズデータも表示されてない状態です。はい、なのでじゃあこれから、デジタルのピン打ちをしていきます。レンズデータのプログラミングを行う前に必ず WCU4 に SD カード入っているか確認してください。この SD カードにレンズデータを保存するのでこれは必ず挿しておいてください。はい、で SD カードが入った状態で、レンズにモーターが噛んでキャリブレーションが完了している状態ですね。はい、じゃあやっていきます。実際にこのシグマの 35mm をマッピング、プログラミングしていきます。メニューに入っていただいてレンズデータを押してレンズプログラミング一番上ですねセレクトしていただいてクリエイトレンズファイルセレクトです。
でキャリブレートモーターズってこうキャリベーションしてくださいって言ってくるんですけども、今の一回もキャリベーションを取ってあるので今スキップします。はい、でブランドを選択します。これであのズームのバーをこうやっていくといろんなレンズのブランド出てくるんですけど、残念ながら今シグマがないので手打ちでカスタムで入れていきます。シグマと、あの決定はこの上にあるボタンを押していただいて、あ、ごめんなさい、 R デリート、はい、シグマとブランドが入りました。次にあのタイプですね、レンズのタイム、タイプ、マスタープライムだったら MP みたいなことで打つんですけど、これはあのシグマのフルフレームのレンズなんで、FF と今打ってきます。 FF と OK。 次にこれがミリ数を選択する画面です。ズームのバーで今が 35mm ですね、打っていただいて、次にシリアルナンバー、これはちょっと今面倒なので適当に0と打って次に行っちゃいます。ユニットですね、フィートかメーターかという選択です。でここであのどの軸をプログラミングしますかと聞くので、まず最初にアイリスから行きたいと思います。選択するとまずオープンアイリス、開放値の、設定をします。今これ開放が 1.5 なので 1.5 選んで OK ボタンで、続いて、1段絞った位置ですね、2と打って、次にニッパチ、あ、ごめんなさい、ニッパチ、このようにあの順番にこう次の絞りが出てくるので、スライダーを動かしながらレンズの基線を見て合わせながらデータを打っていきます。はい、5、6、8、11、16と、はい、これでコンティニュー OK をして、続いて今度フォーカスの軸です、はい、一番最初にインフを打ちます。こうフォーカスのノブを回してインフに合わせていただいて OK で、インフの次は至近ですね。このレンズの至近は1フィートなので12インチ選択して OK で、そこからあのインフに向かってだんだん、上がってくるということですね。次の基線が1フィート2なんで14インチ、続いて1フィート6なので18インチ、というふうにあのレンズの基線をこう一本一本デジタルで打っていきます。ちょっと今駆け足でやっちゃいますね。間もなくです。これ最初は難しいですが、あの慣れてくるとあの一本一本手書きで規制を書くよりはるかに時間は短縮できます。30フィート50フィート、最後ですね、90フィート、はい、これで全ての規制が写し終わりました。これで真ん中のフィニッシュを押していただいて、コンティニュー OK で、セーブ、真ん中のセーブを押して、さらに最後にこう保存する名前を聞いてくるんですが、まあ、このままでいいのでセーブします。はい、他のレンズをマップ、あのプログラムするかって聞いてくるんですが、今はもう大丈夫なのでノーとして、もう一回キャリブレーションします。はい、キャリブレーションが完了しました。この状態で、WC4 の方で先ほど作ったレンズデータを読み込んでいきます。メニューに入っていただいて、今 35mm ですね、レンズデータ、
このレンズデータのトランスファー、上から2番目を選んで、先ほど作ったのがこのファイルです。シグマの FF35mm。 これが先ほど作ったレンズファイルを選んで、センド、送ると。これでカメラにレンズデータとして、転送されたので、これでホーム画面に戻ると、ごめんなさい、もう一回やりますね。はい、ごめんなさい、ちょっと WC4 を再起動します。たまにバグといいますか、調子が悪くてレンズデータが読み込まない時がございます。はい、今再起動してレンズデータがやっと画面に出てきました。この真ん中に 35mm ですよというマークと、先ほど打ったアイリスのデータ、これが実際に動かすと、レンズの絞りとこちらの表示が連動しているのが分かると思います。はい、でフォーカスも同じく、これでですね、先ほどと同じような機能がすべて使える状態になりました。一回じゃあプリマークディスクの、20インチ、これが僕のお気に入りのプリマークディスクなんですが、これをマッピングして、はい、これで先ほどと同じように、こちらのノブの、プリントとデジタルのレンズデータが一致するという状態ですね。たくさん、これでもう一回シネアルディのガイドを利用しながらピントを送ってみようと思います。はい、20フィートぐらいから6フィートですかね。はい、ありがとうございます。その位置でこれでシネアルディの距離情報とレンズデータが両方とも表示されている状態で、ガイドとして使いながらピントを送ることができます。じゃあ6フィートぐらいまでお願いします。はい、おい、こうやって矢印を追いながらピントを送っていくよということですね。はい、ありがとうございます。今ざっくりこうやってレンズデータのプログラムをお見せしたんですけれども、これでレンズを交換する場合一回やってみたいと思います。ちょっと事前に今日使うすべてのレンズをプログラミング機能したカードに入れ替えをします。じゃあタクさん、これで、50mm、 はい、はい、はい、今シグマの 50mm に交換しました。LDS に対応しないレンズの場合、ちょっと面倒なんですが、レンズ交換のたびにレンズデータの読み込みを毎回しないといけません。今このままだと 35mm のレンズデータがまだこちらに残っているので、こちらメニューに入っていただいて、レンズデータのトランスファーですね、選んでいただいて、これ昨日作ったファイルが残っているので、これは 50mm、 シグマの 50mm 選んで送るということですね。先ほどキャリブレーションしたのでこれはスキップします。はい、これでホーム画面に戻っていただくと、これでまた 50mm のレンズデータが入りました。20インチの マーキングディスクにマッピングもしているので、はい、プリントと基線が合っている状態ですね。もう一回歩いてみますか。はい、これで同じようにガイドを使いながらピン送りができますというのを一回じゃあ6フィートまでお願いします。はい、なかなかライブ配信でピントを送るというのも緊張しますね。ありがとうございます。こういった感じで使用していただけるかなという感じです。はい、ここでじゃあモーターを別のものに変えて同じことをやってみたいと思います。ということでセッティングの都合上カメラごと交換いたします。ちょっとじゃあ高橋さん手伝っていただいて。8K HD、 はい、今日このデモ用に使っているレッドなんですけど、これレッドのモンストロ 8K 新しいカメラです。センサーがフルサイズセンサーを積んでます。で、カメラが今すごい新しいんですが、モーターが少し古いバージョンの、UMC4 というモーターコントローラーと、これも少し古い CLM3 ですかね、モーターが2軸ついています。
で、今こちらのチャンネルが6チャンネルなので、WCU4 もそちらに変えます。6チャンネル。セット。はい。はい、お待たせしました。先ほど言ったように今これ UMC4 って少し古いモーターコントロールがついているんですけれども、シニアル T 使っていただく場合、基本的に先ほど使ってた L キューブに挿してたこのケーブルがそのままの UMC4 に挿すことができます。じゃあこう実際にシニアル T をつないでいきます。先ほどと同じシリアル Y ケーブル、電源側とシリアルを接続して、はい、でこちらの先ほど L キューブに刺さってた、口なんですけど、こちらの、UMC4 のシリアルのポートにそのまま刺すことができます。はい、これでもセッティングは完了で、まもなくするとこの WCU4 に距離情報が来ると。はい、たくさん、じゃあなんとなく適当に10フィート程度に立っていっていただいていいですか。はい、ありがとうございます。よっ、ちょっと明るすぎるので感動落としますね。よっと、はい、ありがとうございます。はい、で、UMC4 なんですけど、同じように、WCU4 で作ったレンズデータを読み込んで送って使うことができます。今レンズが 85mm がついているので、レンズファイルトランスファー 85mm ということで送って、もう一回キャリブレーションし直します。ありがとうございます。あ、お待たせしました。これで今キャリブレーションが取れて、レンズとフォーカスの制御が効く状態ですね。で、今85mm のレンズデータを送ったので、同じようにプリマークディスクのマッピング、またこのシニアル T の距離を利用してこうガイドとしてフォーカスを送ることができます。今これフルサイズセンサーで絞りも割と今開放気味なので非常にフォーカス難しいんですが、ちょっとトライしてみます。今が10フィートですね。ちょっと一回そこにバミネをもらっていいですか。ありがとうございます。はい、じゃあそこから、大体20フィートぐらい下がっていただいて、この日たくさん一回そこから手前に歩いてみてください。お願いします。まあ、こういった感じで、まあ、非常に難しいんですが、このガイドを使いながらフォーカスが送れますということで、で、今マニュアルで僕が送ってるんですけども、レンズデータで電子的な距離とあとシネアル T の情報があると、フォーカスのトラッキングということができます。どういうことかというとですね、よいしょ、こちら WCU4 のこのユーザーボタン、赤いボタンがあるんですけど、このボタンにフォーカストラッキングを、アサインしてもらうことで、押している間だけこのシネアル T の距離情報の場所にフォーカスを持っていくよと、そういう機能です。一回その設定をやってみますね。ユーザーボタンに入って、フォーカストラッキング、これを押して選んでもらうと、ちょっと今フォーカスをずらした状態で、赤いボタンを押すと自動でシネアル T の距離情報の場所にフォーカスを持っていくと。で、これはどういう使い方ができるかというと、じゃあ高橋さん、ちょっとスレートの準備をお願いします。はい、
例えば今カメラ前にたくさん大体10フィート3ですね位置に立ってます。でこの位置からこのカットがスタートしますということで、当然あのフォーカスをここに置いてるんですが、じゃあ本番ということになるとこう手前にスレートが入ってくるわけです。で今までですとあの本番前にこうキュッとこう手前に送ってですね、スレートが打って、でスレートが抜けたらもう一回こう戻してという作業があの発生するんですけど、あの非常にピントがシビアなあの LF になってくるとこの作業非常に難しいです。毎回毎回こう本番前にフォーカスをこう合わせ直さないといけないって非常に煩わしいんですけど、このフォーカストラッキング使ってもらうとフォーカス位置をこのノブこのままでキュッと押していただくとカチンコにピントが来て抜けると戻る、もう一回入れていただくと、はい、で外すと、でここからまたフォーカスをあの送り始めることができると。もう一回やってみましょうか。スレートいただ入れていただくと自動でピントがあって抜けるとこうと、はい、こういった使い方ができます。これはあの先ほどお見せしようと思ったら抜かしてしまったんで、今このセッティングでお見せしました。はい、一応ですねあのオートフォーカスとして使えはしないんですが、ちょっとあのチャレンジしてみたいと思います。たくさんじゃあそうですね、奥から今のバミリの位置まで歩いてみてもらっていいですか。はい、で今回僕は一切フォーカスを送らずにこのトラッキングのボタンを押しっぱなしでちょっと状況がどうなるか見てみたいと思います。じゃあタクさんお願いします。この画面を見ていただくと分かるんですが、ちょっとやっぱ遅れつつフォーカスが来るかなという。じゃあもう一往復すみません、お願いします。そうですね、あ奥から手前のもう一回、はい、じゃあもう一度お願いします。はい、ありがとうございます。ちなみに今この WCU4 の機線の周りの黄色いこの帯なんですけど、これはあの被写界深度の目安を示しています。この絞りとこう連動するのを見て分かっていただけると思うんですが、この黄色い幅の範囲内に入っていると、まあ、ピントが合ってるよという判断ができるという感じなんですけども、もう一回たくさん歩いてみてもらっていいですか。多分あのそうですね、この緑の矢印からこの振動の中の帯に入っているかどうかかなり怪しいかもしれません。お願いします。そうですね、今やっぱりこう振動の外に対象がいるという、ありがとうございます。はい、どうしてこうやって遅れるかっていうと、まあ、今ちょっとこのモーターとモーターコントローラーが古いというのもあるんですけども、やっぱどうしてもこのワイヤレスリモートフォーカスディレイっていうのが発生します。なんで、まあ、簡易的なトラッキングは使えるんですけれども、やはりそのフォーカスプランの仕事自体はなくならないよということで、まあ、ただ新しいモーターに交換しますと、フォーカストラッキングの性能も完璧とは言わないんですけど少しずつ良くなってきます。ということで、モーターを C プロに変えてトラッキングをやってみましょうか。ここでモーターをちょっと新しいモーターに交換します。これからこのセッティングでお見せするのはこの C モーションの C プロというコントローラー、こちらですね。 ありがとうございます。これ C モーションの出している新しいレンズコントロールなんですけど、今のところこれが一番高速なレスポンスができるレンズコントロールということです。で、モーターなんですけれども、いいです、これ説明しながらやります。はい、モーターなんですけど、C フォース RF モーターとほぼ同じものです。でこのモーターはエルバスケーブルを接続に使っているので、一番最初のセッティングと同じようにシリアル変換の L キューブ、これがシネアル T の距離を入れるために必要になります。でこれをじゃあ接続していきます。お、逆でした。はい、これをモーターから接続していただいて、はい、これで、キャリブレーションを取りますね。
はい、でキャリブレーションと同時にあのハンドセットの電源も入れていきたいと思います。はい、こういうことですかね。下向け、こういうことです。あ、はい、あのこれ電源入れるとき非常に派手なイルミネーションがつきますので入れます。はい、非常に近代的な。で、今これでチャンネルが、はい、こちらのモーターとリンクしましたね。でこの状態であの先ほどと同じように L キューブにこの CRY ケーブルを接続していきます。これを挿していただくとこれであの WC4 と同じようにこちらの画面にも距離情報が来ると。はい、今来ました。これで今見ていただいて分かる通りシネ RT と同じ数字がこの C プロのハンドセットに来ているかと思います。これであのシネ RT からの情報をもうすでに受け取っている状態で、フォーカスを送ることができるということですね。ちなみにこちらもプリマークディスクのマッピングができるので、こちらか、先ほど使ってた20インチのリングをこちらもつけて同じようにマッピングをして使っていきます。プリマークディスクの20インチセレクト、はいはい、ちょっと WC4 とは表示の仕方がだいぶ違うんですが、あの同じようにあの見えますかね、この緑のこうバーが動いている部分が今シニアル T が感知している距離の状態ということで、たくさんこれも一回歩いてみましょうか。この2点で大丈夫です。はい、ありがとうございます。じゃあこのガイドを頼りにちょっと1回ピント送ってみますね。じゃあたくさんお願いします。これなかなか慣れが必要ですね。なるほど、わかりました、ありがとうございます。ごめんなさい、今大きなミスを犯しました。あのレンズデータ、これもマニュアルで設定してください。あのレンズデータをロードですね、今レンズが 85mm なんですが、85mm これを設定していただいて、はい、ごめんなさい、この作業を忘れていました。今みたいにレンズデータを読み込んでもらってで距離情報が入っている状態、この状態になるとあのオートのトラッキング、先ほどと同じように使うことができます。今この C プロの真ん中のボタン、これを押すとオートフォーカストラッキングの状態で、離すと、解除の状態になっているんですけれども、ごめんなさい、音明回復ということでもう一回やってみてもいいですか。たくさんがそちら、じゃあたくさんもう一回手前歩いてみてください。いや、なかなか難しいです生配信でぼかすとなかなかプレッシャーなんですけど、これ今ラージセンサーの LF で絞りが開放という非常にあの難しい状態です。で今マニュアルでやっぱりこう厳しいなというところがあるんですけど、オートフォーカスでやってみたいと思います。真ん中のボタンを押してオートフォーカスをオンにして、今これで距離計の情報の場所にフォーカスが自動で置かれる状態ですね。たくさん、じゃあこれで前後動きをお願いしてもいいですか。はい、お願いします。はい、やはりやっぱ少しこう遅れている印象はあるんですが、まあおそらく絞りをもう2絞り入れればフォーカスが来ているのかなというくらいです。一回そこから、もう6フィートぐらいまで来ちゃいましょうか。手前のさらに振動の浅いところチャレンジです。あー、なるほどなるほど、ありがとうございます。ちょっともう一回今の場面に戻って、もう一回そこから前進です。はい、まあ、やはり開放のスレスレの一番こう振動の難しいところだとちょっと厳しいというところですね。一回じゃあそこであの手をパラパラしてもらってもいいですか。はい、今使っているこの C プロのモーターなんですけど、おそらく今あるモーターで一番レスポンスの速いモーターなのかなと思います。これだけの速さでフォーカスが送れるんですが、
それでもまだ先ほどの資金のフォーカス送りはオートだとちょっと厳しいという結果でした。まあ、結論としてはフォーカスプランの仕事はまだまだなくならないかなということです。ただね、本当に難しいピントを送っててこうマニュアルでやってどうしてもうまくいかないという時にこうポンって押して、パニックボタンとして補助的に使ってもらう分には、良いかなと個人的には思っています。はい、一通りこれでワイヤレスの説明も、終わりましたかね。じゃあたくさんありがとうございます。はい、ワイヤレスレンズコントロールのパフォーマンスはこれぐらいにして、ちょっとすみません後半グダグダしちゃいましたけれども、新しい機材紹介できたのでいいかなと思います。一番最後のまともなんですけども、今日距離計とリモートフォーカスの、メリットばっかりこうバーッと説明をしたんですけども、超音波距離計、またこのフォーカスリモートでやるやり方、どちらもデメリットがありますというのを最後にちょっとお伝えしておきます。超音波距離計すごい便利なんですけれども、数字をこう全部信用してしまうと、やはり機材なので何かこう間違った設定をした時とかにこう間違った距離が表示されることありますので、数字に踊らされないようにと言いますか、フォーカスプラーとして、計測されている距離が信用できる距離情報なのかどうか、それを判断するのも仕事の一つだよということで、覚えていただければいいかと思います。あともう一つ、今オートフォーカスのトラッキングがうまくいかなかったようにですね、どんなモーターにもディレイがあります。例えばすごいハイスピードで動きの速いものをこう一瞬で追いかけるみたいな、そういう撮影をしているときは例えばそのリモートフォーカスのその遅れディレイをこう見越して早めに送り始めるだとか、もしくはもう最終的にはもう実際に手でこうフォローフォーカスでやっていただいた方がタイミングが取りやすかったり、することもあります。それはやってみていただいてですね、フォーカスリモートフォーカスが万能ではないということを覚えてもらいながら臨機応変にやってもらえればと思います。はい、今日ねこうご紹介したリモートフォーカス距離計というやり方なんですけれども、日本の昔からのやり方とはだいぶ違ってきていると思います。ただ海外ではかなり主流になってきてですね、もう一つメリットとして、昨今騒がれているコロナウイルスの感染症対策、現場でもですね撮影部に対して例えばこうカメラ周りに密集しないでくださいとか、あとは出演者の方に接触をしないでくださいとか、そういった対応を求められることがだいぶ増えてきました。で、今回はそのワイヤレスなのでカメラからも離れられるし、超音波距離計を使っているので毎回こうスケールで測りに行く必要もないということで、どちらもクリアできるということで、非常に今求められている体制に合ったやり方なんじゃないかなと、個人的には思っております。ということでちょっと時間をオーバーしちゃいましたが、シネアルティとリモートフォーカスのセミナーということでお話しさせていただきました。私からは以上です。では本日は長い時間、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。